ジャワ島岩ン酸の処理済みスマトラ、暗息鉱樹脂暗息鉱は、ツ,ツジモ木エゴの木かエゴの貴族の暗息鉱の木、または、その他同族植物が産出する樹脂のことである。暗息鉱の木などの樹木に傷をつけて、そこから滲み出て固化した樹脂を採集する。主要な成分は、暗息鉱酸である。ベンゾインとも呼ばれるが、化合物名のベンゾインとは別である。 安息鉱山の名はこの樹脂から得られたことによる。ベンゼンの名も安息鉱山から得られたことにちなむので、間接的にこの樹脂に由来している。安息鉱の名の由来にはいくつかの説がある。一説にはパルティアで用いられていた香りと安息鉱の香りが似ていたのでこの名がついたという。また、中国の民の時代に記された本蔵項目には諸蛇を安息する効能があることから、 名付けられたとの記載がある。また、賃気の蒸気に呼吸器の粘膜を刺激して、炭の排出を促進する作用があることから、暗息香と名付けられたという説もある。ベンゾインの名は、ガムベンジャミンと呼ばれていたものが生まったものと考えられている。またこのベンジャミンは、人名由来ではなく、ジャワから来たを意味するアラビア語のルバーンジャーウィーが、生まったものという説がある。 安息港の主な産地はタイ、ラオス、ベトナムの高原地方を中心とするインドシナ半島とインドネシアスマトラ島である。インドシナ半島とインドネシアでは産出する樹木の種に違いがあり、前者はシャム安息港、後者はスマトラ安息港と区別されている。産出量はスマトラ安息港の方がずっと多いが、 香量としての品質はシャム安息香の方が優れている。これは安息香の後期に主要な寄与しているバニリンの含有量がシャム安息香の方がずっと高いためである。安息香の主要な成分は方向属カルボン酸とそのエステルである。シャム安息香では安息香酸とそのエステルが主成分である。バニリンは3%程度含まれる。 スマトラ安息鉱では、経費酸とそのエステルが主成分でバニリンは1%程度と少ない。安息鉱は鉱量として使用されるほか、含まれる安息鉱酸の成菌作用により食品添加物の保存量として使用されていたとの書籍上の記載もあるが、食品添加物としての使用については、鉱量としての使用実績はあっても保存量としての 使用実績はないのではないかと疑問視する研究者もいる。ありがとうございます。